はい、ユッキーでーす。今日はですね、アメリカンスピリット新しいのが出ました。はい。今まで、なかった12ミリのメンソールということで、今まではね、確か10ミリだったんですよ。おそらく。ちょっと後でググりますけど。アメリカンスピリットのメンソールの、12ミリということでね。タールが12ミリ、ニコチンが 1.5 ミリとなってます。まあ、100% 無添加、オーガニック過去有機栽培のミントをフィルターに採用。で、タバコ葉を約 25% 多く使用。と書いてあります。これがですね、確か、23日発売だったんですけど、2月のね。で、23日にね、コンビニ行ったらですね、いろいろ探したんですよ。そしたらね、売ってなくて、まあ、無駄足だったですね。で、24日、次の日になったら、まあ、売ってましたね。買いました。はい。こんな感じです。値段が480円ですね。やっていきましょう。うん。美味しいですね。今までのが9ミリだったみたいですね。ええ。結構ね、色がね、すごい似てるんですよ。うん。9ミリのやつ、今もあるんですけど、ナチュラルアメリカンスピリットメンソールライトってやつね。色がね、すごい似ててね。こっちの方が若干濃いんですけど、この緑色がね。こちらがナチュラルアメリカンスピリットオーガニックミントとなっています。ナチュラルアメリカンスピリットはホールリーフ過去、丸ごと1枚の葉からラミナと呼ばれる上質な葉肉を部分を主に使用しています。また、タバコ葉本来の味と香りをお楽しみいただくため、香料や保存料など添加物は一切使用してません。同時に有機栽培の認証を受けたオーガニックミントを使用しています。うん。うん、美味しいですね。うん。アメスピならではのこの、香料が入ってないんで、この無添加な、この、なんていうかな。こう、プレーンな味わい。うん。まあ値段も480円って若干高いですけど、まあぶっちゃけた話、今タバコどれも高くなってるんで、大して変わんないでしょ。むしろ、今480円のタバコなんて腐るほどあるんで、そう考えると、なんか相対的に安くなった感覚を受けます。これコンビニで買ったんですけど、コンビニにもね、アメリカンスピリット並ぶようになってきまして、結構どこでも売ってます。うん。どこでも売ってるようになりました。個人的には、アメスピは、ペリックボックスってやつ、結構好きなんですけど、酸っぱいやつね。ちょっと酸味があるやつ。
が好きなんですが、黒いやつだったかな。これ美味しいですよね。値段も480円。うん。アメスピの中で多分一番うまいと思います。僕的には。普通の、タバコとは全然違う、風味が感じられる。ちょっと酸味があるね。タバコなんですけど。今多分コンビニでも下手したら売ってるじゃないかな。今結構アメスピも話題になってきて、だからさっきも言ったようにコンビニで売ってるんで、真っ黒い、黒いね、このパッケージ。緑色じゃなくこれ黒いやつがね、見かけたらぜひ買ってみてください。普通のアメスピのあれとは全然違うんですよ。これだけ、なんか明らかに、風味が全然違って、うん。あ、世界で唯一の本物のペリック、カッコ、タバコ葉をウイスキー樽で発酵させたものを使っている、ということなんで。だから全然違うんですよね。うん。だからちょっと酸味があるのが特徴です。ちなみにこのペリックボックスってやつは、タールが9ミリ、ニコチンが1ミリのタバコですね。結構昔からあるんですけど。ただ、アメスピ自体もなかなかね、昔はちょっと、よくある、タバコ屋さん行かないと売ってなかったんです。うん。普通のメンソールタバコ。ですね。うん。なんかプレーンな。まあ、香料使ってないからか。クールとかの、タバコに比べると、全然、風味が、プレーンな味わいですね。これってアメリカンスピリットってこれあれなの？日本のタバコなんですね。知らなかった。アメスピって日本のタバコだったの？絶対海外のタバコだと思ってた。これどこ作ってんの？JT ではないですね。多分。JT とか書いてないもんね。ナチュラルアメリカンっていう多分会社だと思うんですけど。JT ではない。なんかそういう話してたらあれ、久々にペリックボックス吸いたくなってきた。ペリックうめんだよな、あれな。そこいらのタバコじゃ絶対味わえない味しますからね。ペリック。うん。まあちなみに手巻きのやつもありますね。ペリックね。本当に、今、タバコ屋じゃねえや。コンビニでもね、
結構種類ありました、アメスピ。ババババババって5種類ぐらい。ちょっと昔じゃあ、数年前には売ってなかったというか、数年どころか、1年前ぐらいには売ってなかったことですよね、多分。うん、まあまあまあ、良くも悪くも、香料を使ってないっていうのは、まあ、いい面もあれば、プレーンな味わいがいいっていう人もいれば、いや、やっぱ香料使った方がいいわ、とか。っていう人も当然いるんで。まあ、俺も、あんまりこういうプレーンな味わいはあんまり好きじゃないんですけど。うん。まあ、個人的にはちょっと、あれかな。これは、三つ星。ご視聴ありがとうございました。